前の動画では私たち人がお母さんのおなかの中で一体どういうふうに大きくなっていったのかその成長の様子について確認していきました一番最初はお母さんの体の中で作られた卵とお父さんの体の中で作られた精子とが結びついて受精卵になるところから成長が始まったんだったよねそしてこの受精卵がお母さんのおなかの中子宮で大きくなっていったんです 時間をかけて少しずつ少しずつ大きくなって人の体になっていったんだってね。そして受精から約38週後、私たちは赤ちゃんとして生まれてきました。さて、この38週間約9ヶ月半もの間、私たち人はお母さんのお腹子宮の中にいたんだけれども、この間成長に必要な栄養は一体どういう風にとってたんでしょうか？ この子宮の中で何か食べてたのかな。他にも息はしてたのでしょうか。今回はこの子宮の仕組みを確認していきながら。赤ちゃんが成長に必要なものを一体どういうふうに取り入れていたのか。確認していきたいと思います。はい、この図を見ながら確認していきたいと思います。まずこの子宮の中、赤ちゃんの周り。この部分は一体何が詰まっていたかというと。ここは。 空気ではありません。ここには羊水と呼ばれる液体が入っていましたこの液体は衝撃などから赤ちゃんを守る液体ですこの羊水によって赤ちゃんは守られていましたそしてこの子宮の内側羊水の周りの部分ですここねここまでここにはです 羊膜と呼ばれる膜がありましたこの羊膜の中に羊水が詰まっていてその中に赤ちゃんがいたんですということは赤ちゃんの周り羊水という液体で満たされていたということは赤ちゃんは何か食べることもできなければ息もできなそうだよね一体どうしてたのでしょうかその秘密はここの部分ちょっと色を変えようと思います 赤で書くね、このここの部分子宮の内側の部分この子宮の内側ここに秘密がありますここの部分名前を胎盤と言います胎盤はどういう働きをしていたかというと赤ちゃんが成長に必要なものを取り入れ不要なものを送り出す働きをしていましたこの部分が胎盤と呼ばれる部分ですそしてこの胎盤はここにある管のような部分 この部分を通じて赤ちゃんとつながっていました。これは名前をへその奥と言います。赤ちゃんに必要なものや不要なものの通り道です。このへその奥が胎盤とこの赤ちゃんのお腹の部分をつないでいました。みんなおへそってあるよね。おへそはもともとへその奥があったその名残の場所です。この胎盤からへその奥を通じて赤ちゃんは成長に必要な栄養を お母さんにもらっていたりあるいは呼吸をしない代わりに酸素をもらっていたりしましたそして不要なものはお母さんに返していたんだねなので赤ちゃんはお母さんのおなかの中子宮の中にいる間は何も食べなかったし息もしなかったこういうふうにお母さんから必要なものをもらいながら赤ちゃんは大きくなっていったんだねちなみに双子の場合おなかの中は一体どうなっていたのかちょっと気になるよね こういう風になっていました。これは双子の赤ちゃんがお母さんのおなかの中にいた時の図の例なんだけれども、子宮っていうのは1つしかありません。そして、その中にこういう風に赤ちゃんが2人いたんだね。この図を見ると、こういう風に洋幕で、この2人がぶつからないようにきちんと仕切られています。それぞれが胎盤からへそのを通じて栄養をもらっているということがわかります。 ここまで子宮の中の中仕組みをししていきました。私たち人は一番最初卵と精子が出会った受精卵から始まったんだよねそしてお母さんの子宮の中で少しずつ大きくなって赤ちゃんとして生まれてきましたみんなもこういうふうに生まれてきましたそして私たちは赤ちゃんから子どもを大人へと大きくなっていってそれぞれお父さんとお母さんになって また、その子供へと命が続いていくんです。この単元では、人の誕生について勉強していきました。